皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。おい。飛龍の剣スペシャル、ファイティングウォーズ。1991年6月21日発売、6,300円、心眼システムの格闘ゲーム。番外編的作品で、竜飛たち竜戦士を含む各流派に、2人ずついるキャラクターから選択して、大会を勝ち進んでいく。ストーリーモードはなく、純レンタル格闘モードのみが、存在する。変身や放り欲、竜の牙との戦いといった要素は登場しない。トレーニングメニューを、こなすことで獲得したポイントを使って、キャラクターを成長させていく。成長したキャラクターの、パスワードを対戦モードで、使用可能。タップマッチモードでは試合中に、タッチすることでメンバー交代できる。あの飛龍の剣のキャラを、自由に選択して戦うことができる対戦格闘ゲームです。心眼システムなどは従来通りのものを継承しつつ、純粋に格闘ゲームとして遊べる内容になっています。このゲームでは格闘ゲーム初の本格成長システムを取り入れており、相手と対戦するごとにミニゲームなどをしたりして、ポイントを得てパラメータに振り分けることによって、様々な能力値を上げることでキャラをより強くすることができます。キャラは8種類のジャンルから12人いる格闘家の中から選ぶことができます。飛龍の剣でおなじみになった竜戦士も選ぶことができます。ですが、こう一点だったミンミンちゃんはエントリーしていないので選ぶことはできません。これは残念でした。オメガ、モードは4つの種類から選んで遊ぶことができます。サーキットモードで育てたキャラは他のモードでも使用することができるので、プレイの幅が広くて面白いものに仕上がっています。オメガ、飛龍の剣でおなじみのマークシステムを外すこともでき、頂上級者向きにできているのもやり込み要素があったと言えます。名前や初期パラメータを変更したりできるという点でも、自由度としては高かったです。育成に関してはまんべんなく、パラメータを振り分けるよりも、一つのパラメータを上げて個性を伸ばした方が良いのかとも思いました。また、多少コマンドは複雑になりますが、スーパーテクニックというものが、使えるのもこのゲームの魅力だと思います。一応飛龍の剣で対戦モードが存在していたのですが、グラフィック面や操作性なども、含めて様々なものがパワーアップしていて、楽しく遊べました。オメガ、技が決まった時には観客の歓声が出たり、試合が始まる前のセリフがあったりして、ゲーム内を盛り上げる演出面も細かくて良かったです。あと、キャラクターや実況の人の顔などどこかかしらで見たことがある有名人に似ているところも面白かったですね。オメガ、やり込み要素も多く、グラフィック面では細かい選手の動きなどファミコンといえど、完成度の高いゲームだと思います。心眼システムが好評の飛龍の剣シリーズ。そこでアクションパートいらないんじゃね?という感じで出された対戦格闘に特化した番外編。竜飛や隼人たち竜戦士を含む12人からキャラクターを選択。ただし、なぜか5人の竜戦士の中でミンミンだけは登場しない。その代わりにマッハ・アキラだの、ジャッキー・ディーンだの、どこかで聞いたことのある名前の格闘家が参戦している。選択したキャラクターのパラメータを自由に割り振ることができる。ポイントを腕力に全振りして攻撃力に特化したりとか、トーナメントを勝ち抜いていくと、各種のトレーニングを受けてパラメータを上げることもできる。トレーニングはパーフェクトで、クリアすると普通にクリアするよりも、もらえるポイントが多くなるので、集中して行おう。中には、ER カンフーのボーナスステージそっくりなトレーニングもある。試合では、制限時間がある。一人用のサーキットでは、どんなに優勢でも時間切れだと、強制的に負けになる。そういう意味では、頻繁にロープに乗って時間を、稼ぐマーシャルアーツのキャラが、強い。
というより面倒くさい、現実の異種格闘技戦を意識してるのかレフェリーがいるのだが、はっきり言って邪魔。ダウンするとカウントを取るのだが、体力があれば必ず立ち上がる。別に3回ダウンしたら TKO になるということもないので、レフェリーの存在に意味は全くない。このゲームでは、プロレスラーが凶悪なくらい強い。掴んで投げて、追加で締め技を決めれば一撃で、大ダメージ。連打が苦手なら空手かを選択し、ラッシュマークに必殺技を当てるようにすれば安定して、ダメージを与えられる。主人公、夕日は必殺技、飛竜の剣がすぐかわされるので、後半の敵にはなかなか勝てなかったりする。特徴、カルチャーブレイン名物と言える心眼システムの格闘ゲーム。心眼システムとはプレイヤーか、敵側に、頭部、腹部、足部に、がつく。マーク部分に暇がありということで、こちら側についたら、頭部なら上、腹部なら横、足部なら下の十字キーを押すことで敵の攻撃を防御することができる。一部技は不可、逆に相手側にマークがついたら攻撃可能。頭部なら上 AORB ボタン、腹部なら横 AORB ボタン、足部なら下 AORB ボタンを押すことで攻撃する。ただし、必ず攻撃を食らってくれるわけではなく、敵も防御する。いくつかの格闘スタイルがあり、それにより技が変わる。防御が成功していくと、KO ゲージというゲージが溜め回り。こんなマーク、ピピピというと格闘スタイル前の必殺技が使える。格闘スタイルは8種。ボクシング、プロレス、拳法、カンフー、空手、キックボクシング、ムエタイ、マーシャルアーツ、ステータスは、腕力、脚力、体力、防御力、打たれ強さ、投げられ強さ、締められ強さ、素早さ、テクニック、正確さ、などがあり、主要などで得たポイントを割り振ることができる。左右キー、移動。A ボタン、パンチ、上、下の組み合わせか、B ボタン、キック、上、下の組み合わせか、アビーボタン、各戦闘スタイルでの、特殊攻撃、上、下の組み合わせか、上アビーボタン、KO ゲージが、溜め待った時に、各戦闘スタイルでの、必殺技。左右アビーボタン、ジャンプ。あらすじ。ストーリーは存在せず戦って、大会に優勝することである。得点は40点。良い点。能力割り振り。悪い点。レフリーいらねえ連打さや。自キャラが喋らない。良い点の解説。パンチ力、キック力、体力、素早さ、打たれ強さ ETC こと細かに設定できるのは、自分らしいキャラを作れて、良い。悪い点の解説。レフリーいらねえ強力な攻撃を入れると、ダウンする。そこでレフリーが現れてカウントを、開始するのだが、ことあるごとに敵がダウンしやがる。相手に体力があると必ず起き上がるので、時間の無駄。テンポも悪い。こちらが倒れた場合は連打を迫られる。しかも、ボクシングのように TKO がなく、そのラウンド内で3回倒れると、負けというルール、ダウン中に時間はストップするので、この野郎、わざと倒れて休んでんじゃねえの?という心境に駆られる。連打さや、ラッシュ時や転倒時の、復帰の時には連打することを迫られるのだが、正確なボタン入力を迫る心眼システムとの相性は最悪である。特にラッシュ時、ボタンを連射することで敵に連続攻撃を叩き込むことがあるのだが、それが予告もなしに急に終わるので重い攻撃をする敵に逆に反撃を食らい優勢から一気にやられることも起こりうる。3でもラッシュは、あったがそれほどあまり出なかったからそれほど気にならないが、本作はかなりの頻度でラッシュが、発生する。ダウン時の連打も連射の、余韻が残っているとそれで、ダメージを受ける羽目となる。自キャラにセリフがねえ、自キャラに関しては一切セリフがない。敵キャラは対戦時に一言ぐらいセリフがあるが、トーナメントを勝ち進んでいく、ゲームなのだから勝った時に、セリフくれよ。師匠みたいな奴は、いらんからよ、ラッシュ時に師匠らしき人が、叩き込め、叩き込め、
ってアドバイスくれるんだけど、長期悪い点で指摘したように、後半になるともう反撃に、あってこちらがやられるなんて、事態も発生する。あの時のアドバイスは、今は耐えろ、しかし、敵のラッシュが終わった瞬間を、狙って、叩き込め、と、敵側にアドバイスしているスパイ野郎なんじゃないかと、思ってしまう今日この頃タイトルであるが、飛竜の、剣、派パターンを見切れば、容易に避けられる技であるのでそんな技、封じてしまえ、そしてこのゲームは、プロレス、1号と、言っても過言ではない。投げてからの締め技で追加ダメージが、期待できる。だからスタイルは、プロレス、を、選び、ひたすら腕力を鍛え上げろ。だから本作は、飛竜の、剣、というよりは、飛竜の締め、って言った方がゲーム的に端っくりくる。でも何か効きそうじゃん。竜が対象者を巻きついて、締め殺すみたいなの。地味だけどね、わらわら。ストーリー皆無ってのは寂しすぎるわなぁ。ジキャラも喋らんし、対戦相手として出てくるときは、喋るのに。まあでも、3のレビューのとき言ったけど、心眼システムを進化させていくべきだったと、言っていたからこの心眼特化はむしろいい方向と、言える。このゲームでもまだまだ問題点は山積しているがな。プロレスが豪すぎだったり、連打要素があったりだとか、荒が目立つ作品ではあるが、心眼システム、特化したのは、素直に評価したい。さらに、バランスを取ったり悪いものを、削除したりして、締めの弱体化とかね、より精錬させることで心眼システムを、発展し、誰でも、面白い、と唸らせるほど完成を目指すべきだったんだけどなぁ。そこまでの力をこの心眼システムは秘めていたんじゃないのかって、死人は思うのだが、言い過ぎかなぁ。本作はファミコンでの、飛竜の、剣、最終作品。スーパーファミコンでは再び鎧装備に、戻ったり、ただの心眼なしの対戦格闘になったり、瞑想に次ぐ瞑想。結果、とあるシリーズ作品に関しては、クソゲー判断さえされてしまう始末、流行することなく消えていく、ことになったんだよなぁ。まだ、カルチャーブレイン、は、存続しているようだけど、携帯ゲームばかりらしくシリーズは停止。飛竜の剣、はよみがえらず空中を、飛ぶ竜に離れない模様。
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Sky on your mind.